仙台市に要請したのは、連合宮城や自治労宮城県本部など4つの労働組合で、県立病院機構労働組合の鈴木和弘執行委員長らが、仙台市の加藤邦治健康福祉局長に要請書を手渡しました。要請では、再編構想の対象となる病院で働く医療従事者の理解が得られるまで、協議・説明を尽くすことや、雇用不安を払拭するよう県に働きかけることを求めています。団体によりますと、去年12月、統合に向けて県と基本合意を締結した仙台赤十字病院と県立がんセンターには、医療従事者が合わせておよそ1200人いますが、統合した場合、半数程度が職を失う恐れがあるとして、雇用不安を訴えているということです。一つの病院に統合されるということになれば、単純計算で600人の人が、職員が雇用不安に今怯えているというふうな状況、一方的にその3社で合意がされてしまった、そこに関しては全くもって働く者のことをないがしろにする行為ではないかと。要請を受けた加藤局長は、働いている人が疑問・不安を持たないよう県に伝え、的確な対応を求めると応じました。